んにちは、ちゃきチャンネルのちゃきでーす。今日はですね、11月24日、お姉ちゃんの誕生日ということなんですけど、まあ、お姉ちゃんの彼氏がね、まあ、仕事ということで、そうだね。お姉ちゃんの誕生日当日に、まあ、仕事ということで、まあ、かわいそうだね、一人ぽっちのお姉ちゃんのために、うん、今日はね、まあ、いろんなところに連れ回しちゃおうという企画でございます。いいの、はい、今日まず一発目はうちもお姉ちゃんもずっと見に行きたがってた劇団四季のオペラ座の怪人を見に行きます。やったということで、 あと、まあ、15分ぐらいで開演っていう、まあ、実はねもう割と結構やばい状況ということで、まあ、急ぎ目でね、まあ、四季はさすがに見せられないので、四季劇団四季劇団四季の劇団は、まあ、見せられないということで、まあ見終わったところまでジャンプ。めちゃくちゃダッシュしてギリギリ間に合いました。絶対撮影できないと思ったんだけど上映前だったら今撮影 OK らしいので撮っております。こんな感じ、めっちゃ楽しみ。バイバイ。オペラ座の怪人見てきました。面白かったね。おもろかったね。めちゃめちゃおもろかった。めちゃくちゃ面白かったね。もう最後ね、涙ちょちょ切れそうになったもん。オペラ座の怪人好きな人にはぜひぜひ見ていただきたい一品ですね。ということで、お腹が空いたので、その四季劇場と同じ階にある高級なお魚料理のお店に来ました。お魚料理だけど結構おしゃれめなお店です。ここでご飯を食べたいと思います。乾杯。お台場に着きました。着きました。ご飯食べ終わって、まあ、今からねまたご飯食べるんですけど、とりあえずね着いたらどこ行きますか。たこ焼きミュージアム。たこ焼きミュージアムに行ってたこ焼きを食べて、うち射的やりたい。やりたい。ジョイポリスも行きたい。お化け屋敷行くでしょ。当たり前じゃなくても。いやでもうちね、ホラー映画の方がダメかも。うっそ。うん、ホラー映画ってリアルじゃん、特に日本のは。でもお化け屋敷ってさ、じわじわ来るのが嫌なの。そうそう、お化け屋敷は別に体験したところで作り物って分かってるからさ。なるほどね。まあホラー映画もそうなんだけど、まあ、たこ焼き食ってからことは考えようか。たこ焼き、たこ焼き、やったー。今ジョイポリスのハーフパイプ東京に乗るためだけに今入ってきたんですけど、乗ったのよね、今乗ったな。しかもすごく手応えがあって自信もあったの。うん、ね、ビリでした。ビリでした。めっちゃ手応えあった。ね、これ絶対1位じゃんと思って。4組あってね、競うアトラクションなんだけど、まあ、これを乗りたかったためだけに入ったので、まあ、とりあえず出ますか。射的をやりに来ました。射的をやりに来たんですけど、今6時45分でこの建物が7時までらしいので、もしかしたらたこ焼きが間に合わない。なんかサバゲーみたいだね。見とけ。赤バチョコ。すげー。どれ欲しいの、どれ欲しいの。誕生日やから撮ったらいいよ。ドラえもん欲しい。あれ、ドラえもんが欲しい。あいつ多分50キロある。あのドラえもん絶対50キロある。あれ80キロある。いけるよ。やれるよ。いいよ。やれる。いったー、すごいじゃん。何が何があって、何なかった。たこ焼きミュージアムが8時までだったので間に合いました。明太マヨたこ焼き、これがククルのおいちいたこ焼きだね。でお姉ちゃんは安定のビールで、うちはウーロン茶です。これは食べかけのアイチューです。で、いっちゃうまいから。端のいい席取れたね。ね、レインボーブリッジもスカイツリーも見えるよ。うん、まあ全部反射して店の中しか映ってないけどね。たこ焼き食べてみなよ。絶対熱いよね。絶対熱い。まあやけど覚悟で。あ、待って。ハッピーチャンス。ハッピーチャンス成功ってこと。無理じゃないこれ。でしょ。おー、やるな。いけた。あ、わかわか。口の中デロデロも。今日三脚忘れちゃってね、立てれないのよ。セルフ。
手持ち。でもこれもさ、がっつり動画撮ろうと思ってなかったから、まあ回せたら回そうかなぐらいになったから、うん、もしかしたらボツになるかもしれないし、もしかしたら3分ぐらいの動画になっちゃうかもしれないしね、短すぎて、うん、それでもいいかな、喜んでくれる人一人でもいればいいかなって思ってる。ここから帰るのだるくてな。なあ、ホテル取ってるでしょ。当たり前じゃん。だよね。ええ、ありえないよね、誕生日にホテル取ってないとか。君さ、うちに誕生日なんかした？いや、いいんだけどさ、全然ね、いいんだけど、うん、誕生日おめでとうライブは一番最初に来たからね、うんうん、でしょ、まあ、いいんだけど、うん、ホテル取ってないのはおかしくない？まあおかしいよね。今からでもいいよ。え、何？ホテル取れって。今から取ってもいいよって。ガメツ、ガメックスやん。いや、お姉ちゃんのお腹が大丈夫そうであれば叙々苑でも行こうよ。無理よ。おー、お腹いっぱい。はい、ということでたこ焼き食べてきました。美味しかったということで、今日はね、劇団四季でオペラ座の怪獣を見て、お魚料理を食べて、射的をやって、たこ焼きを食べて、あ、その途中でジョイポリスにも行ったか。行きました。プリクラも撮りましたね。撮ったね、5億年ぶりくらいにね。5億年ぶりに、うん、ということでね、今日もいろんなところに行ったわけですけれども、どこが一番楽しかったですか？やっぱりあれない。はい、ということで今年も1年素敵な1年にしましょうということで、ありがとうございました。今日一日、はい、こちらこそありがとうございました。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。おめでとう。ありがとう。いいよ。